こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは、V プレミアムバターチキンカレー、 V プレミアムバターチキンカレーです。この V プレミアムっていうのは、私が住んでる富山県でも何店舗かあるんですけど、スーパーマーケットバローの、プライベートブランド V プレミアムということなんですけど、バローさんは、本社が確か岐阜で、東海地区、そして甲信越、私が住んでる北陸、そして近畿と、全国で、200店舗以上展開されているスーパーマーケットなんですけど、そちらの、プライベートブランドのバターチキンカレーです。プライベートブランド、このシリーズではコンビニ、そしてスーパーマーケットなどのプライベートブランドのカレーを何点も食べてきてるんですけど、全体的にはあまり外れがないというか、まずまず満足できるクオリティのレトルトカレーが多いです。今日は、食品スーパーマーケットバローさんのプライベートブランドのレトルトカレーということで、バターチキンカレー今から食べてみたいと思います。 V プレミアムバターチキンカレーです。とてもカレーソースの色が鮮やかなバターチキンカレーです。ではいただきます。一口目口の中に広がるのは、まずはトマトの酸味が広がります。バターの味わい風味はほんのり、甘く感じるといった程度です。具材はチキンが入ってるんですけど、あまり大きくなくて、このあたりは少し残念ですね。ごちそうさまでした。食べ終えて、バターのほんのり、感じる甘みがちょうどいいバランスで美味しかったです。同時にトマトの味わい、全体的にとても優しい、そんなバターチキンカレーでした。そうですね、大絶賛ということにはならない、いかないんですけども、やはり食べる前に予想した通り、スーパー、食品スーパーのプライベートブランドのカレーということで、きっと外れはないだろうと、感じてた通りの、味わいでした。満足しています。何かそうですね、一つ二つこう特徴的なものを、探しては見たんですけど、そういった意味ではあんまりその個性はなかったんですが、逆に言うと、食べる人を選ばないカレーかなと、そういうふうに思っています。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、
程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。